さあ今浅井選手に1億160万円のプライズボードが手渡されました。おめでとうございます。メダルが贈呈されます。贈呈はアントニオ猪木さんです。よろしくお願いいたします。浅井選手おめでとうございます。元気ですか。おめでとうございます、もう一言ということでおめでとうで、本当に来年も素晴らしい年になりますように。おめでとうございます。おめでとうございます。ではゆりなさんからもお祝いの言葉を一言いただきます。はい、浅井選手優勝おめでとうございます。1年間本当に全国の競輪場を回らせていただいて、本当にみんなの頑張ってる姿というか活躍を見させていただいたので、本当に全員を応援したい気持ちだったんですけど、本当に素晴らしいレースを見せていただきました。浅井選手、そして他の選手も皆さん本当にご苦労様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しい瞬間ですね。はい、俺もさっきの胴上げが有言実行100回ありますけど、そんな人だったなと。またよろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。すごいレースだったですね。いやね、でも自分の思ったようなレース展開になったので、うん、それがハマったかなっていうところですね。浅井ことらしさというか、本当に出るような、そうですね、本当に自分の思ったレース展開にもなったし、自分の足を見せれるタイミングだったし、まあ、全部が一致したのかなというところですね。で、本当ゴール後にその戻ってきて、あんなに涙を流しているシーンというのはちょっと意外になって、はい、いややっぱりね、まあ、その親父亡くして親父が競輪を教えてくれて、まあそれでね、自分はそのね、頑張るって一心で、親父の期待に応える一心で頑張ってきたっていうね、気持ちがすごい込み上げてきて、まあそれで涙が出てきたんですけど、本当に小さい頃からとか競輪場に、そうですね、3歳かな、でそれでやっぱ選手に憧れて、自分が選手になりたいってその時言ったので、はい、まあ、まさかね、本当に GP を取れるとは思ってなかったし、まだまだ貫禄もないんですけど、自覚を持ってしっかり走っていきたいなというふうには思いますね。いや、おやじさんすぐ近くでどっかで行ってると思いますよ、もう。そうですね、はい、まあ、感動してる後輩もあちらに並んでますよね、みんな。頑張れよ。いや、本当そういう若い人たちも伝えたいみたいなこと常にあったから。ありがとうございました。いただきます。おめでとうございます。彼の期待してというか、そうですね、やっぱり、まあ、こういうシーンってなかなか見せれないし、まあ、こいつらが見に来てくれるから頑張れるともあるんで、やっぱり自分が優勝してね、何や浅井かっていう人もいるかもしれないですけど、その人たちを、その人たちに認めてもらえるように、これから競輪に頑張って、まあ、しっかり走りたいっていうところはすごい思いますね。まあ、認めてくれてない人を認めさせたいっていう気持ちもあるので、はい、これから本当に競輪界、本当にいろんな全ての面で引っ張れる大事な存在だし、責任も背負うんですから、やっていけると思います。そうですね、いや、やっぱね、もっと喋りを上手くならないとダメだし、すごいね、こっちが苦手だから、もう緊張して喋れなくなるから、まあ、それだけもっと冷静になって、あとは本当に冷静にレースも判断できるような選手になっていけば、もっと強くなれるのじゃないかなというふうには思ってますね。はい、まだまだ進化してくれると思います。何よりは素晴らしい人だったんで、まあ、はい、今日は大喜びして、みんなで楽しんでます。はい、ありがとうございます。なんとかね、左重心を、はい、極めたので。
あとは、ね、認めてもらえるように左重心、あとは世界的に広まっていくかというそうですね、歴史に長野部の いやいや教科書です、ね、左重心が、いやみんなやってる人はいるんじゃないですか。でも5年後10年後日本人がみんなこうやって歩くんじゃないですか。歩くのはまっすぐです。あ、まっすぐなんですか。はい、その辺もまた、はい、ありがとうございました。